はい、こんにちは、あゆむです。今日は池の端銀皮店の L 字ファスナーの長財布紹介していきたいと思います。まずは外観と中身をざっとご紹介いたします。見た目は至って普通の黒の革の L 字ファスナーという感じなんですけども、中を開けるとですね、内側がこういう感じで明るいレザーが使われておりまして、珍しくですね、縦にこうカードが入る仕様になっています。でここにもカードポケットがあって、真ん中がコインケースと、そんな作りになっております。まずは外側から詳しく見ていきたいと思うんですけども、まずサイズがですね、縦10センチ、横が 17.5センチ、厚みが 1.7 センチということで、結構 L 字ファスナーにしては薄めです。一応軽くマチはついてるんですけども、ほぼフラットになっています。なので、まあこう持った時に非常に薄いので、一般的な大きめのね長財布に比べると非常にコンパクトでスタイリッシュな印象を受けます。で表面のレザーはですね、牛革が使われておりまして、イタリアの革と姫路の革が両方使われているということです。中と外で違うということですね。でファスナーの部分はですね、真鍮が使われておりまして、綺麗な金色になっております。でファスナーの持ち手はですね、以前でも紹介した別の財布と同じようなこんな感じです。くるっと回転させてつながれていると、持ち手の部分ですね。そしてファスナー YKK が使われております。開け閉め非常にスムーズで、むしろ開け閉めするのがちょっと気持ちいいぐらいの非常にスムーズなファスナーが使われております。そして表面のですね、右下に池の端銀皮店のロゴがさりげなくついています。こう見た時にですね、あまりそんなに主張もないかといって、ちょっと寂しすぎないちょうどいい刻印がついているので、個人的に結構気に入りました。裏側はですね、特に何もありません。でレザーの質感はですね、すごくいいですね。柔らかくて結構脂肪感が程よくついている感じになります。でそのレザーの箇所によってその差があるわけでもないので、非常に均一に脂肪感が出ていて、レザーが好きな人はおそらく気に入るであろう、そんな質感の財布になっています。で側面にはですね、こういう感じで折り込まれているので少し膨らみがあるんですけども、もう全体的に非常に薄いお財布となっております。続いて内側に入っていきます。カードポケットがですね、合計で 1,2,3,4,5,6,7,8 枚ついています。横のサイドにですね、1枚2枚、中央に1枚2枚と、各面に2枚ずつカードが収納できるようになっています。なので、こういうL 字ファスナーの長財布としては十分な収納力かなと思います。これだけ薄い財布に8枚入るっていうのは意外と珍しいかなと思いますね。この手のですね、薄い L 字ファスナー財布、長財布って真ん中にこうついてることはほとんどないんですよね。サイドの両面にせいぜい1枚ずつとか2枚ずつとかなので、真ん中にですね、ここにこうついているのが結構珍しいです。でなおかつですね、内側にこういう明るいレザーを持ってきているので、非常に見やすいですね。中身が明るくて、僕もこれ初めて家に届いて手に取った瞬間に、あ、めちゃくちゃ見やすいなと、明るくていいなと思いました。この辺は好みがもしかしたら分かれるかもしれないんですけど、僕個人的にはすごく好みのレザーの質感です。で内側の内張りのレザーがですね、非常に柔らかいですね。カーフレザーみたいな柔らかさといったらいいんでしょうか。非常にスベスベしていてですね、外側ももちろん柔らかいんですけど、内側がさらに柔らかい質感になっています。で結構こういうカード入れのカードポケットのレザーの部分で硬くて出し入れしづらいみたいなのが結構ありがちだと思うんですけど、後ほどカードは入れていきますけども、おそらく相当入れやすいんじゃないかなと思います。で内側の縫製もですね、非常に丁寧で、ここのライン見ていただくとよくわかると思うんですけど、非常にまっすぐ綺麗に縫製がされていて、糸も結構細めの糸が使われているので、そんなに主張もなくてですね、程よい感じになっています。で中央がですね、こういう感じで結構深めの
しっかりした小銭入れがついてます。でこの内側のですねレザーも非常に柔らかいので、こうガバッと開いて全然抵抗なく開きますね。使い始めのうちは結構この内側のコインケース小銭入れが硬くて開きづらいっていうのは結構あるあるなんですけども、このお財布に関しては最初から開く柔らかさ、ここも非常に高評価ポイントかなと思いました。はい、まずは小銭から入れていきたいと思います。100円玉、10円玉、1円玉合計10枚入れていきます。もう入れて感じますけども、まずすごく入れやすいですね。この内側が本当に柔らかいので、入れやすいっていうのは本当に素晴らしいと思います。内側のですね小銭も非常に見やすくて、10円玉なのか1円玉なのかっていうのが、はっきり見て取れます。で面積も大きいので、小銭が内側でちゃんと広がってくれて、重なることもなく、でなおかつ、こう閉じた時にですね、全然膨らむこともなく使うことができます。10枚ぐらいであれば全く問題がないですね。非常にコンパクトながら小銭もバッチリ入るということで、非常に優れた小銭入れお財布になっております。はい、続いてカードを入れてみました。一般的なキャッシュカードとかクレジットカードの厚みのサイズなんですけども、出し入れも非常にしやすいですし、なおかつ入れる時の感触ですね、もう非常にいいです。非常にこう柔らかくて出し入れもしやすくてですね、入れる時に全くノンストレスです。でサイズもですね、こう縦に入れるカード入れなので、ちょっと上がはみ出しちゃうかなとかちょっと心配してたんですけど、全くそんなことはなく、奥まで入れるとこれぐらいの余裕があるので、カード入れた状態でですね、こう開け閉めも全然余裕でできます。でここの側面ですね、ここもカードを入れるのに非常に適していて、縦と横でカードの向きが違うので、この取りにくさもあるかなと思ったんですけど、全然問題ないですね。で今カード合計4枚入れているんですけども、厚みもですね、多少もちろん入れている分膨らみはしますけども、内側で結構一箇所に重なって入るっていう感じではなくて、それぞれのカードの位置がねばらけているので、ここ横とここと、なので結構均一に膨らんでくれます。なのでこう入れた時に、そんなに悪い感じで外に響くってこともないですね。ただやはりどうしても内側のレザーが柔らかい、外側も内側もレザーが柔らかいので、この辺のこういうエイジングですね、跡が少し出てきてしまうっていうのは仕方ないところかなと思います。今カードを4枚入れてこれぐらいの膨らみなので、例えばカードを8枚全部入れた時に結構ここが膨らんでくるかなと思います。均一にエイジングをしたいという人にとっては少しもしかしたら気になるポイントかもしれません。はい、最後にお札3枚入れていきたいと思います。お札もですね全く問題なく入れやすいですね。一応お札入れ2箇所っていう感じになるので、1万円と例えば1000円札でこう2つ部屋を分けて入れたりとかですね、こういう感じで仕分けることもできますし、片方に全部お札を入れてもう片方は領収書だけにするとか、そういうふうに仕分けて使うこともできます。で今まあこうやってちゃんと手元を見ながらお札を出し入れしているのでそんなに問題はないと思うんですけど、どうしてもお札をこう入れるときにここにカードポケットがあるので、このカードポケットに多少当たって引っかかるというのはあります。もちろんこの左側の外側のカードポケットも同様なんですけども、なのでこの辺はカードポケットがないときに比べると多少の出し入れのしにくさはどうしても出てきてしまうかなと思うんですけども、カードの、ね、枚数と入れやすさっていうのはどうしてもなかなか両立するのは難しいですから、これは全然十分問題ないレベルではありますけども、出し入れの時に少し当たることはあるっていう感じですね。いろんなお財布を買って実際に手に取って触ってみて、最初に触った瞬間にテンションが上がる財布とそうじゃない財布って結構はっきり分かれたりするんですけど、この財布は完全に後者ですね。非常に手に持った瞬間に、あ、この財布好きだなと思える、そんな仕上がりでした。まず何といっても表面のレザー、ここの柔らかさと滑らかさが非常に気持ちよくて、ずっと持っていたい、そんな感じです。でファスナーも開け閉め非常にスムーズで、
中も見やすく、なおかつ開けやすいということで、ほとんども欠点という欠点がない素晴らしいお財布です。でなおかつこれだけ入れても全然膨らみません。こんなに薄いので、長財布欲しいけどあまり分厚いのは嫌だなっていう人にとってはもうベスト中のベストの選択になるんじゃないかなと思います。こちら詳細については概要欄にリンク貼ってありますのでチェックしてみてください。こちらの動画少しでもお役に立ちましたら高評価ボタンいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。